とうございます。今日は雨が降ったりやんだり、でもまあちょっと晴れてます。今ちょっと軽く降ってます。で引き続き和田の方に来ました。もう最近はねずっとこの辺ですね。で駐車場もねなんか平日なのに結構混んでたんですけど、波も良さそう、風ないしどこでもできそうで、いい波じゃないですか。うん、昨日ちょっとね上げてる時に来てあんまり良くなかったんで、今日は引いてる時にどうか引き狙いで来たんですけど、サイズもちょっとありますね。で人も思ったよりはいないし良さそうなんで、いいねやっていこうと思います。今日はカメラマンのビーチでのセットアップとカメラ機材の紹介を軽くしたいと思います。でこのパラソルですね、この間も紹介したオニールさんのビーチパラソルです。これから多分もう夏になっていくので毎日使うものかなと思います。しっかり雨も弾いてくれたので日傘だけど雨の撮影でも使ってます。でカメラ、私はカメラ自体はキャノンの 9000D を使ってます。でレンズは最近ゲットした望遠レンズ100から400のキャノンの純正のものになります。で、三脚なんですけど、これがマンフロットの B フリーライブっていうもので、多分もうちょっと重くてしっかりしたのあると思うんですけど、多分トリップとか海外撮りに行ったりも今後するかなと思って、まあ私が持つんでちょっと重くない、ギリギリこの400のレンズが置けるぐらいの強度の三脚にしてます。多分もうちょっと安定してるのはあるかと思うんですけど、かなり小さくなるんで調子いいです。まあ椅子と、あとバッグ、この GoPro のカメラ用のバッグになってます。こんな感じでいつも撮影してます。ビーチで見かけたらあっと思ってください。今日も撮っていきます。
サイズもあったんで楽しめましたで、今すごいゲリラ豪雨みたいな降ってきてね、ちょうど着替えるまでは晴れてたんで良かったんですけど、わかんないですね、大気が不安定で。まあね、今日も風もね、ずっと弱くて、ちょっと最後の方面白いてたんですけど、まあ楽しくできたんで良かったです。まあ明日もサイズが残ってることを願ってゆっくり練習していこうと思います。お疲れ様です。